フィットは、ホンダ技研工業が生産、販売している、ハッチバック型の小型乗用車である。日本では2001年6月に、ロゴの後継者として登場した。軽自動車を除くホンダの乗用車では最も、小型であり、同時期の同クラスの他の車種と比べて優れた、走行性能と低燃費の両立、立体駐車場に入庫可能な車高でありながら高い、内装の質感、 広い室内空間と容易なリアシート格納方式と広いラゲージスペースを両立シンプルでありながら張りのある洗練されたスタイルなどで老若男女誰にでも適合するマルチプレイヤーでありながら極めて割安な価格を実現したことで空前の大ヒットとなりコンパクトカーのベンチマークの一つとして評されている2002年には 日本国内における年間販売台数で33年間トップを守り続けたトヨタのカローラを上回りトップとなったセンタータンクレイアウトと呼ばれるホンダ独自の特許技術により同クラスのコンパクトカーよりも広い室内空間を提供しているプラットフォームにはセンタータンクレイアウトを採用したグローバルスモールプラットフォームが採用されているこのプラットフォームは後に モビリオ、モビリオスパイク、フィットアリア、エアウェーブ、そして欧州向け三代目シビックにも採用された。発売当初の搭載エンジンは、新機構である IDSI を採用した L13A 型エンジンのみで、トランスミッションは、ホンダマルチマチック S と呼ばれる CVT のみの設定であったが、あとに1.5リットルビテック仕様の L15A 型エンジンと、 ホンダマルチマチック S プラス7スピードモードが、また1.5リットルの FF 車に5速 MT が追加された。なお、この初代 GDK の MT 車を除くホンダマルチマチック車は、その後、発信時の振動問題が多発し、ミッションの保証期間が2年間延長された。保証延長後も、発信時の振動問題は根本的な解決にはなっておらず、中古車市場で、 GDK フィット、プラットフォームを共有するモビリオ、フィットアリア、エアウェーブの中古車価格の早期下落に拍車がかかった。デビュー当初の日本国内での月版目標台数は8000台だったが、受注台数は発表後1ヶ月でそれを大きく、上回る約4万8000台を記録した。この数値は3代目プリウスが出るまでは、日本車歴代トップだった。その年の10月、 グッドデザイン賞を受賞し、11月には2001から2002日本カーオブザイヤーと 2002RJC カーオブザイヤーを受賞。さらに、同年の日本国内での年間販売台数で33年間トップを守り続けたトヨタのカローラを上回りトップとなった。2007年6月末に世界累計販売台数が200万台を達成した。 2007年10月18日に2代目へのフルモデルチェンジが発表され、日本では10月26日に販売が開始された。月間販売目標は12000台と発表されている。1000台と比べてボディは一回り大きくなり、全幅はナンバーサイズい杯の 1695mm となった。スタイリングは仙台 GD のキープコンセプトを基本に、 シャープさと流霊さを取り入れ男性層にもアピールし二代目 g e g p h 系も先代に続き大ヒットとなった。エンジンは従来通りの L13A 及び L15A であるが i v ビ t e c 仕様に改良された。L13A 型は IDSI から1バルブ休止型 v テ t e c へ、L15A 型は1バルブ休止型 v テ t e c から低速域と高速域で切り替える高出力型 v テ t e c へ、 変更となった。後者については、新たに低速側のロッカーアームを高強度アルミ材を用いた L 字型とすることで、従来の高出力がタビテックでは3つのロッカーアームが必要だったのに対し、コンパクトなにロッカーで低速域と高速域を切り替える構造としたトランスミッションは、f f 仕様には CVT が組み合わされ、4 w d 仕様には五速 AT が組み合わされている。 CVT は初代で採用されたクラッチ部に湿式多板クラッチを使用したタイプに変わり、ホンダでは初採用となったクラッチ部にトルクコンバータを使用したタイプが採用された。当初1.5リットル仕様はスポーツグレードの RS のみで FF 仕様には5速 MT も組み合わされていた。2009年6月10日にはインド市場にもジャズが投入された。 パワートレーンは1.2リットルアイ、ビテックエンジンと5速 MT の組み合わせのみとなる。また、同年10月7日に、英国スウィンドン工場でもフィットの生産が開始された。2010年10月8日にマイナーモデルチェンジを実施し、エクステリアを変更。RS には、同クラスの日本車で、初採用となる6速 MT が採用された。 同時にフィットハイブリッドを新設定した。三代目は世界のコンパクトカーのベンチマークにふさわしい車を目指して開発が行われた。初代からの設計思想は継承しつつ、パワートレインや車体を新設計にしたことで性能を向上させた。デザインコンセプトをエキサイティングエイチデザインと定義し、日本を含むグローバル市場におけるホンダの最良反射となることを目標とした。 仙台モデルに対して全長は40から5 5トル、ホイールベースは3 0ト、mm、ル延長されたが、全幅は仙台と同数値の1 6 9、mm、5トルで高ナンバーサイズを維持した。パワートレインはアースドリームズテクノロジーを導入して全面刷新され、すべてエンジンがサイチェシーから DOHC に切り替えられた。1.3リットル車はエンジンに アトキンソンサイクル仕様の L13 バイト型を搭載。アイドリングストップを採用することで、燃費は 26.0kmL に向上した。1.5リットル車は直噴エンジンの L15 バイト型を搭載し、最高出力は10%向上した。なお、燃費向上により、RS の6速 MT 車を除く全車が、平成27年度燃費基準を達成した。 プラットフォームも新設計となり、初代から続くセンタータンクレイアウトを継承しつつ室内空間やパッケージの自由度を最大限に高め、製造手法や解析方法を刷新したことで軽量化と光合成化を図った。防音材や遮音材の適応面積を最大化したことで静粛性能を向上させるとともに、ダンサーの乗り越え時に発生するショックノイズも、 大幅に低減させた。シャシーはサスペンションを新設計にしたことで、そうだ安定性と乗り心地の改善を目指した。安全性能も強化され、ベッサンやヒルスタートアシスト機能に加え、急ブレーキ時にハザードランプが点滅し、後続車に注意を促すエマージェンシーストップシグナルも標準装備されたほか、衝突被害軽減ブレーキの一種である、追突や、 発進時の事故被害の軽減し、安全運転をサポートする、シティブレーキアクティブシステムを新開発し、サイドカーテンエアバックシステムと全席用アサイドエアバックシステムとのセットオプション、安心パッケージを設定した。断面構造の変更で、衝突安全性能を確保しつつ、フロントピラーが3台目の半分以下の厚さとなった。インストルメントパネルは水平、直線基調とし、 シンプル設計のバイザーレスメーターを採用。シートにはフロントに骨盤から腰椎までを樹脂製マットで支えるホンダ車発のボディスタビライジングシートを採用。リアは厚みのある柔らかな素材のパッドが採用された。パワートレインはガソリンとハイブリッドの2種類の構成は踏襲され、ガソリンモデルは1.3リットルのみに集約の上3代目と同じ L13 バイト型を 当衆。ハイブリッドモデルは、ホンダのコンパクトカーで、初搭載となる2モーター方式 E、HEV が採用されたことにより、2代目、3代目のフィットハイブリッドから、フィット E、HEV へ、名称変更された。フロントシートの間にテーブルコンソールが設置されたほか、E、HEV モデルは、IPU の小型化により、加湿容量を確保した。本モデルは、 国産車では、クラス唯一の前輪ディスクブレーキを全車標準装備する。ホンダセンシングは、前後8カ所に配置したソナーセンサーに加え、フロントワイドビューカメラを搭載したことで性能が強化され、誤発進抑制機能を後方にも対応するとともに、オートハイビームとホンダ車で初搭載となる近距離衝突軽減ブレーキを追加した11の機能となった。さらに、 ホンダ車の日本国内向けモデルでは初となる専用の車載通信モジュール、ホンダコネクトが搭載された。緊急サポートセンターとホンダリモート操作で構成され、ホンダアルサック駆けつけサービスを追加可能なコネクテッドサービス、ホンダトータルケアプレミアムを受けることが可能である。WLTC モード走行による排出ガス並びに燃料消費率に対応し、ガソリン車、 E-HEV 問わず全タイプで平成30年排出ガス基準75%低減レベル認定を取得するとともに E-HEV モデルは2代目フィットハイブリッドよりも JC08 モード走行における燃料消費率が向上された。クロスター系は樹脂製のホイールアーチプロテクター等の追加で全幅がプラス 30mm 拡幅されて 1725mm と なったことで、一般販売されるフィットでは、初となる3ナンバー登録となっている。なお、生産は、先代の埼玉製作所より完成車工場から、鈴鹿製作所に移管している。初代2代目、3代目、4代目フィットは、ぴったりのという意味の英語。なお、フィット発売以前に2代目シティのグレード名や、スクーターの3代目。 ディオのバリエーションモデル名として使用されており、1987年10月に商標登録されていた。社名の文字は初代の未小文字の FIT であったが、2代目以降は大文字の FIT に変更された。なお、初代の車体後部に取り付けた FIT ロゴの愛の上の天部は1.3リットルモデルが赤、1.5リットルモデルが青と分けて使用された。日本国外では、 北米、南米、中国大陸、台湾で日本と同じフィットの名称が使われているが、それ以外の欧州、東南アジア、オセアニア、中東、アフリカ、香港などではジャズの名称で販売されている。当初はフィッタという名称が予定されていたが、発売直前になってフィットと変更になったという。フィッタの社名でパンフレットが印刷され、CM も完成しており、 営業所向けの販売マニュアルやホンダによるフィッタの商標登録も確認されている。社名の変更の原因は、フィッタがスウェーデン語で女性記を意味する言葉だったことが、スウェーデンホンダからの指摘により判明したため、と言われる。これについて、ホンダ広報部は、新潮45の取材に対して、この噂が流れていること自体は認めつつも、噂の内容が事実であるかどうかについては、 そのような事実があったとも、なかったとも言えませんと回答した。ジムカーナやダートトライアル、ナンバー付き車両でのレースをはじめ、日本、海外での各カテゴリーのモータースポーツに参戦している。N1 期定車両のフィットによるワンメイクレース。2012年、ツインリンクモテギにて、モテギ1.5チャレンジカップが開催される。開催当初はフィット以外にも、 排気量1.5リッター以下の車両なら参戦、可能であった。2014年にはツインリンク、モテギ以外にもスポーツランドスゴでの開催が追加された。同年、鈴鹿サーキットにて初めてフィットによるワンメイクレース FIT1.5 チャレンジカップの開催が始まる。現在は全シリーズがフィットのワンメイクレースとなっており、初代フィットから現行型フィットまで参戦が可能。 東日本は JAF 地方選手権モテギ、菅尾ツーリングカー選手権、FIT1.5 チャレンジカップ。西日本は JAF 地方選手権鈴鹿、岡山ツーリングカー選手権、FIT1.5 チャレンジカップとして開催されている。ありがとうございます。